はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断、4パワーアップキットの続きをプレイしていきたいと思います。でここまでですね、戦艦ヤマト、カイも沈められてしまい、ハワイ、インド洋、対米戦、対英戦ともに戦局を有利に進めている中ではあるんですが、戦力のさらなる増強が必要になっているという状況になっています。ではそれを踏まえて、今回もプレイのを進めていくんですが、まずは兵器開発、何買ったっけ。新兵器絡みでは航空水上レーダーですね、必要資金4000か、まあ、開発しておきましょう。あとは航空用の装甲素材ですね、これも上限が90になるということなんで、まあ3000かかりますけどやっておきましょうね。であとは技術開発なんですが、もうちょっとここはね、アメリカ軍が先に夜間離発着可能な爆撃機を開発して、まあ、ヤマトが沈められてしまったというのもあるので、ちょっとお金はかかりますけど厚めに入れておきましょう。でさらに艦船なんですが、どうしてもね、今欲しいのが防空型の巡洋艦が欲しいんですよね。で前回設計した防空巡洋艦、ちょっと入れてないですね、がすでに作れる状態になっているはずなんで、防空巡洋ですね、これがいくらかかる、必要建造が2500、これ全部作るとダメだな、お金が足りなくなるので、しょうがない、今回もまずは潜水艦ですね、潜水艦を2隻と輸送船を1隻作りましょう。で輸送船を1隻、まあこの辺はね、輸送船ざっくりもっとがっつり作っていきたいんですけどね。でオーストラリアの方に輸送船が12か、12あればいいね。そうなると、ジャワに今輸送船が全く入ってないんですけど、ジャワよりも鉄が取れるところに入れておきたいんですよね。鉄が不足しているんで。そうなると南シナとかに入れますか？南シナに1隻だけだけど入れましょう。んで、今回の主目標なんですけども、まずはインドの増強ですね。インドの増強。で今第6艦隊として、若さが入ってきてるんですけど、これ合ってないようなものなので第2艦隊に合流させましょう。で第2艦隊の方の空母なんですが、艦載機の方はどうなってるかというと、まあ、ある程度充実はしてきているか、源流海の方に艦載機がちょっと足りないんで満載にしましょう。水星海がゼロか。水星海は自ら設計した2000キロ航続距離のある、それなりに期待している航空機なんですけどね。そしたらしょうがない、ここは雷撃を乗せましょう。で今回は何をしたいかというと、まずですね、第4艦隊と第5艦隊を合わせます。まあ、第4艦隊、第5艦隊って言ってもね、第5艦隊は越後が入ってるだけなんで、これを移して、これによって第4艦隊の方が、多少充実して、ちょっと待ってくださいね、第1艦隊に入っちゃったかな、越後が。越後は、第4艦隊に入れましょう。いや待ってくれ、第4艦隊入れる？第1艦隊のままでいいかな。そうすると第1艦隊が戦艦4隻体制になりますよね。でここに今建造中の空母を入れればなんとかなるかな。今建造中の空母がどんだけあるかというと、いや空母じゃないね、建造中の艦線がどれくらいあるかというと、
ちょっと待ってくださいね。どこで見るんだっけな。しばらくやらないだけですぐ忘れちゃう。艦船の建造の未配備艦だな。ここですね。で、今、虹ヤマトがあと12種。で、大砲型の正規空母が12種。で、源流海型が3隻ですけど、これが2種、6種、8種ですね。で、潜水艦がずらっと出来上がるっていうところか。潜水艦は、そしたらですね、今、何隻か潜水艦ができているはずなので、これ新規編成で、インドに送りましょう。次の攻撃目標はインドですからね。で、まずはなんですが、ハワイ沖から、機動部隊を出撃させましょう。で、この機動部隊はまず南太平洋に寄って、最終的にはインドに入ります。で、潜水艦隊ですね。これを南太平洋。南太平洋に送る目的はですね、南太平洋に傷ついたアメリカの艦隊がまだいるはずなので、そこを叩いておこうという作戦ですね。それによって、まあ、完全に、アメリカ軍の艦隊の消耗と、あと実は狙っているのが、資源の消耗ですね。これも狙ってます。では、南太平洋に入りましょう。まずは、主力の第3艦隊、これ、空母機動部隊ですね。もちろん出します。で、第7、第16の潜水艦隊も出しましょう。で、機動部隊はあまり前には出さずに消耗を防ぎましょう。で、真ん中にある島にしか飛行場がないのは確認済みなので、まあ、ここに向けて、出撃っていう形ですね。まずは空母は動きを止めましょう。んで、代わりに、おっと敵艦発見した、ちょっと一回移民しちゃいましょう。で、発見したのが誰かって話だな。これが戦艦部隊、うん、いいね、空母だな。よし、じゃあ味方の空母から。うまくはまったけど、ちょっとあれだな、魚雷をふんだんに使いすぎだな。魚雷がね、うまくはまってくれればいいんですけど、ちょっと機動部隊の接近する、いやー危険だな。ここは潜水艦に任せておいた方がいいね。機動部隊は索敵を飛ばしておきましょう。最後にね、おそらく敵艦隊がこの辺にいるはずなんですよね。ただそこに近寄る勇気はないんで。しかも雨か。味方の艦隊には従順が入ってるだけだよね。まあ夜間でもアメリカ軍は戦闘機飛ばしてくるんで、防空艦を配備していない今、出ていくのは危険なんで、ここで待機しましょう。時間は今マックスだね。これ以上早められないんで、ちょっとこのまま皆さん退屈かもしれないんですが、敵の艦隊発見まで待ちましょう。
夜が明けたら、艦隊から偵察機を飛ばします。ちょっとそれまでね、時間が長く感じますけど、空撃可能なエリアまで近づく？それとも一旦。敵を発見してるね。ここにいるのはさっきの傷ついた艦隊だな。まあ、ここはうまく駆逐艦を先に葬ることができれば。なんなく仕留められるでしょう。潜水艦の数もね、できるだけ消耗したくはないんで。まあ、なんといっても資源不足ですからね、我が国は。そしたら夜明けとともに空撃隊を1回飛ばして、離脱するっていうね、アウトレンジ攻撃を1回仕掛けますか。夜間にね、飛行機飛ばせればちょっと安心なんですけどね、それができないからな。夜が明けて雨が止んだんで、届かないか。味方のあれですね、飛行機の足が短すぎるな。しかも雨。撤退しますか。まあ、ある程度敵艦にダメージを与えたでしょう。ここは深追いせずに撤退だな。撤退します。敵艦隊さえいなくなれば、あの戦艦部隊を派遣した方が効率がいいはずなんで、味方の損害をこれ以上増やす前に撤退しましょう。まあ、あの味方のはどうでしょう、潜水艦が数隻失われたかなっていうところはあるんですけど、
まあこれ以上損害を出すよりかは確実にこういう形で削り取っていこうがいいかな。で実際敵の航空基地に関しては雨が降ってる夜間に、戦艦で砲撃を加えるのが確実なんですよね。夜間っていうだけだと飛行機飛ばしてくるんで。お、ここは雷撃しよう、雷撃。撤退する前に魚雷を全部撃とう。近くにいるだろう、戦艦が。逃がしたか。まあ、ただ大ダメージは出てるはずだな。正規空母は激震してるね。エンタープライズ、ミッションベイ、マッキンサー、マッキンリーですね。あとは従順以下、戦艦もリンカーン、モンゴメリー、マサチューセッツ撃沈。まあこのあたりことごとく撃沈させてるんで問題ないね。で残りの敵の数ももう多くはないですね。まあ2回3回と空撃を仕掛けて撃沈しに行きましょう。で味方の方は潜水艦2隻上々だな。で潜水艦が3隻できたね。で18気筒エンジンができて使用可能と。よし、おー来たねー、レップ。艦上戦闘機、これはどうだ。空戦力 C で夜間戦闘可能っていうのが大きいな。あと自然会話、これは同じく戦闘機ですね。で空戦能力が B かで500キロ爆弾積んでて、最高速度はレップと比べても遜色はないんで、航続距離は圧倒的に長いんで、まあ当然ねこれ、艦載機ではないんでレップを最優先で、作る必要があるかなとは思います。であとは艦上攻撃機の方ですね、流星。これは航続距離1850か、なかなかいいね。でなんといっても空母に搭載できるっていうのがいいよね。で銀河、銀河はもう航続距離が圧倒的だな。これ航空機、基地に配備したらかなり頑張ってくれそうな感じがしますね。あとは彩雲ですね。これも航続距離3000あるのか。で空母搭載が可能、爆撃はできない、空戦能力もカスだな。まあ、これねどれを優先的に開発していくかっていうのはちょっと考えた方がいいですね。お金の問題もあるんで。そしたらちょっとね、一旦ここでいつもの兵器開発先にやっちゃいましょう。航空機開発ですね。まあ、なんといっても艦上のものを先に作っていく必要があるんで、流星この辺りを先に作りましょう。で銀河作りたいんですけど、結局銀河は乗せられないんでちょっともったいないんですよね。で左右も1860かける価値があるかっていうとちょっと微妙なんで一旦やめましょう。で艦型の開発なんですが、これねシナノ作りたいんだけどな、搭載機数が47っていうのがね、まあ走行はもちろん激アツなんですけどね。で、そしたら技術開発も入れておきます。技術開発も、まあ、例によって厚めに入れておきましょう。お金ばっかり減ってきますけどね。でここまで来たらあとは艦船ですよ、艦船。まずは防空巡洋艦を作りましょう。防巡、これを作るにはまだ開発中か、残り2週間経たないと防空、いや待って、これ戦艦だよね。防巡はもう作れるはずだ。防巡、防巡いた。防巡を作りましょう。で、
一石しか作れないんだよね、お金がないからさ。じゃあ潜水艦をちょっといろいろ作りますか。種類をね、今の潜水艦はね攻撃力高いんですけどすぐ弾切れになるんで、ちょっとパラパラといろんな種類のものを作っていきましょう。特に艦隊運動を潜水艦に関しては考える必要はないんで、まあ基本的には短期運用しますからね。自分でね考えて作ってもいいかなと思うんですよね。単装8機にするか6機にするかぐらいしか差がないんだよね。そうなるとちょっとでも鉄が少ないやつがいいな。ちょっとの差でもね、10隻100隻と作っていくとまあ変わってきますからね。しかもかなりの高確率で沈められるっていうね。で、まあ潜水艦に関してはもう敵が逃げに入ったらそっからまあその追跡というかね、追撃をかけるのは難しいんで、逃げられた時はもうしょうがないって割り切るのも必要ですね。で、作った潜水艦、おお、ちょっと待ってくれ、アラビア海にまたイギリスの艦隊が集結し始めてるな。もう危険な匂いしかしないけど。そしたら急いで味方の艦隊を移動させましょう。無傷の第一艦隊、第三艦隊、これどっち出すかだな。第一艦隊はこの後、南太平洋攻略に出てもらいたいんで、第三艦隊をインド洋に放火しましょう。4週かかるんで4週間持ってくれるかっていう話だな。あとはで揚陸艇はないんで第4艦隊、本当に厳しいわ。今の艦隊の配備状況なんですが、第1艦隊をこの後南太平洋戦に投入して、第2艦隊を今再編中なんですよね。で、第3艦隊はというと主力の機動部隊で、これをこの後インド洋に動かしますという艦隊です。で、第5艦隊は、さっき動かし忘れちゃったんで、これ潜水艦を入れて、この第5艦隊はすぐにインドに動かしましょう。何週 ?3 週か。まあ、3週間持ってくれるかどうかだね。で、第7艦隊は、先ほど戦ってくれた潜水艦隊。第16艦隊も潜水艦隊になっています。あとはインドで何ができる？インドの航空機の配備状況を確認しますか？まず第一飛行場なんですが、250分の249。で、水星海入れてるんで、まあこれでなんとか敵を沈めていくって感じかな。で、第2飛行場は、ここは水星が入ってるね。だ水星の航続距離が1574か。まあ、とにかくね、敵艦隊が来たらまずいんで、イギリスの艦隊の集結状況を確認しましょう。まあ、見てどうすんだって話なんですけど、怖いんでね。アラビア海にいる、イギリス軍ですが、まず第2艦隊は大破してるから来ることはないよね。で、第5艦隊にはこれは軽空母、ちょっと詳細確認しましょう。正規空母だな、こういう形してるんだ。ただイーグル型正規空母搭載数は21分の19、かなり少ないな。
チリに売却される予定だった戦艦を改造した空母、まあ、いわゆる改造空母ですね。第一次世界大戦中に接収され、大戦後ハーミーズと同時期に就航、就役。なるほど。まあ、これ戦闘機の数は物の数ではないかな。夜間の離発着もできないよね。でそうなると怖いのが、敵の夜間の砲撃なんですけど、従順クラスまでだな。このブルワークは軽空母ですよね。軽空母の方が搭載機数が多い謎。どういうことこれ。イーグル全然乗ってないじゃん、正規空母だけど。これ正規空母かどうかって何を、どこで判断してるんでしょうね。で、あとは、まあ、巡洋艦、軽巡、駆逐艦ですね。第5艦隊は。第7艦隊は、これも、従順かな、このクラスだと。従順ですね。従順なんで、従順が出てきたときに、まあ、沈められるだけの戦力があるかっていうところだな。あとは、潜水艦が出てるね。4隻ほど。第9艦隊は。で、味方の方はというと、今集結しているのが、駆逐艦が2隻、軽巡が1隻だけか。まあ、この辺りが、その、敵の潜水艦に、どう戦えるかだな。まあ、空母の数でいうと、こちらと敵さん、イギリスが同じで、こちらの方が艦載機は多く、かつ、250×3 なんで、750の飛行機を投入してるんで、潜水艦ぐらいかな、怖いのは。なんで、まあ、なんとか守りきれるかなっていう目処はありますね。なんで、目下の目標はいち早く南太平洋を制圧して、艦隊をインドに向けて、イギリス軍、ドイツ軍の支援に回りましょう。航海取りたいよね、航海。あとマダガスカル沖も鉄取れるか、希望岬も鉄取れるね。この辺まで一気に行きたいですね。いや、欲しいな。何が何でも欲しい。逆にアメリカ軍の方は結構厳しいんじゃないのこれ。特にアメリカ西海岸を抑えれば完全に有利に立つな。収入が見れるね、これ。大英帝国はちょっと見れないけど、戦艦とかの数は見れますね。まず大日本帝国なんですけど、収入予想が、まあ、8000、3700、8800、4100、上からですね。で、技術レベルもご覧の通り、航空機の数は3148、就航艦の数が戦艦6、空母10、14艦が18、駆逐艦が13、揚陸艦は全部死んでると。で、ドイツの方は、頑張ってるね、こう見ると、巡洋艦、駆逐艦、潜水艦の数はさすがの大差があるな。あと技術レベルがめちゃくちゃ高いな。で、資金はもう金がザクザク入ってきますね、これ見てると。で、航空機の数が1100。ほう。で、アメリカ軍の方はというと、いやー、アメリカ軍資金も鉄も豊富だわ、まだまだ。で、技術レベルも高いですね。だ、戦艦は全部失ってるね。空母が12、巡洋艦が19。うん、これアメリカ軍叩くの今がチャンスかもしれないね。逆にアメリカ軍を破壊しに行くっていうのも手だな。で、充実してきてるのがイギリス軍ですね。ただイギリス軍はこれを見る限り航空機の数が圧倒的に不足してるね。なんで、航空機で一気にイギリス叩いて、ドイツの側面支援っていう方がやっぱりいいかな。
がいかに技術レベルが低いかっていうのがよくわかるよね、これ見ると。いや、これでよく戦ってるよな、本当に。戦果情報とかも見れるんですね。そしたらですね、まぁ、ちょっと次回は、さらにこの先ということにはなるんですけども、アラビア海から、航海を抑えましょう。まず航海を。んで、マダガスカルから、イギリス軍の方に攻めていくという段取りで、イギリス攻めをやっていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。